ジェイミー・バンバーはイギリスの俳優。身長175センチメートル。イギリスのロンドンハマー,アースミス出身。父はアメリカ人、ビジネスマン。母は元女優の北アイルランド人。母親違いの兄弟5人と両親が同じ妹が1人おり、この妹は女優のアナスタシア・グリフィスである。幼少期はパリで生活したため、フランス語に堪能。 イタリア語も得意である。ロンドンに戻った後は、パブリックスクールのセントポールズ校を経て、ケンブリッジ大学へ進学。イタリア、フランス語を専攻し、文学修士号を取得し卒業した。大学卒業後、演劇学校ロンドンアカデミー・オブ・ミュージック・ド、ラマティック・アートへ進学し、在学中に受けたオーディションで、ホームブロワー会の勇者の士官候補生、アーチー・ケネディ役で出演を勝ち取る。 この役は1話目のみのはずであったが、続投が決まり、第2部まで合計5は出演した。その後は、テレビドラマ、SAS 英国特殊部隊、バンド・オブ・ブラザース等に出演、2003年から出演した SF テレビドラマ、ギャラクティカ、ギャラクティカのリー・アダマ役で一気にブレイクした。現在もイギリス、アメリカのテレビドラマ、映画等でキャリアを築いている。 妻である女優のケリー・ノートンとの間に三女がいる。この衛兵のベアスキンボーに抗議する動物の倫理的扱いを求める人々の会のポスターのモデルを全裸で務めたことがある。ありがとうございます。